さあ、というわけでですね、私は今日はここは何町になるんでしたっけ？スカイファームさんにやってきております。かまたま、今回はスポーツで香川を元気にしたいいちご屋スカイファーム訪問の様子をお送りします。とってもデリケートなんで、優しく触っていただいて、真下に引っ張ってもいちご離れたくないので、優しく触ってちょっと上に持ち上げて引っ張ると取れます。で、洗わずに食べていただいて大丈夫です。 BGM 今流れてるのがいちご姫が歌ってるベリーベリー春気分です。この辺りがさぬき姫っていう香川のブランドのいちごです。結構形がハートみたいな感じで甘くて美味しいのが特徴です。いただきます。めっちゃ美味しいっす。めっちゃ美味しいっす。めっちゃうまい。うまいばっかりやん。もっとなんかあるやろ。これなんかちょっとさっきと形がほら、赤い方が美味しい。赤い真っ赤なのがいい。真っ赤、さっきのはちょっともうちょっと丸かったんですけど、こっちの四つ星の方はちょっととんがってて小ぶりかな。いただきます。注文そう、めっちゃでかない。あ、味濃くない？めっちゃ味濃い。食ってないっす。食ってんのが味濃い。ねえ、いい感じ。しかもさ、いちごどっちが甘いか知っとる？さっき、さぬき姫。うん、いちごどっちが甘いか。こっちじゃないですか、この。こっち？はい。え、明日かな、下。もしょうが正解。先端が甘いです。食べる方向があるんだね、これね。そう、だからこっちから食べると最後甘く終われるっていう。一口入れて一回見本見してもらっていいですか？やべ、復習してきた。いただきます。おいしい。な感じで。おいしい。行きます。もうラブリーな感じで。いただきます。おいしい。すいません、じゃあ行きます。はい、いただきます。おいしい。さあ、40分経ちました。お腹はいっぱいになりました？めっちゃいっぱいです。めっちゃいっぱいです。めっちゃいっぱい、はい、どう？美味しかった？めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しかったよね。ちなみに何個食べた？22個です。22？ はい。25。 25。まだまだやな。私30個。こんぐらい食べてくれんと。なんで私が一番いっぱい食べとんよ。まあでも、いちご狩りは初めて？初めてです。初めて、はい、2回目です。あ、2回目楽しんでいただけましたか？はい、めっちゃ楽しかったですね。はい、40分でかなりもうお腹いっぱいになるまで美味しいイチゴがたくさん食べられますので、ぜひスカイファームさんに足を運んでください。待ってます。待ってます。はい。